どんな立場の若者でも志があれば政治を志すことができる、お金がなくても今度政治を志すことができる。集めすぎなんですよあなた。そんなに集めてね、みんなに真似しろ、できるわけないじゃないですかそんなもんは。ふざけるなと言いたいですよ。立憲民主党の泉健太です。総理、思いのほか近いですね。まあ、私と総理はこれ初めての党首討論というふうになりますけれども、我々は国民に見える形で政治資金がちゃんと見える形で選挙も公平にやろうって言っている。政治活動ってそうだ。でもそれを戦略だなんだ、外国勢力がなんだと、なんかよくわかんない理由をつけて、結局国民に見えない金を使い続けたいってことでしょ。1年10億ですよ、1年10億、5年で50億、しかも出した人の領収書はあるかもしれないけど、その出した人からさらに各個別の議員に行ったら、その後の領収書はどうなるかわからないっていう仕掛けじゃないですか。途中から消える魔球みたいになってるじゃないですか。もうとんでもないですよこんなものは。結局自民党はこういう表金ではやれないと自民党が言っている裏のお金を作って、結局それを使って選挙や政治活動をしようとしている政党だと。他の政党はそんなことやりませんからね。まあもう明確にその姿勢が違うということが分かりました。ただ私はですね、まあこの政治改革のことで今日全ての時間を使うということも考えたんですが、やはり私はこの野党の第一党として26分という最長の時間をいただいています。その意味では国民生活のことについても必ず触れなきゃいけない。何より大事なのはこの国民生活のことですから、経済のこと、物価のことについて総理に聞きたいと思います。まずはですね、賃上げなんですけれども、この実質賃金が25ヶ月連続でマイナスと、もう本当にこれ2年以上ですからね。結局総理は賃上げだと湧いているかもしれないし、俺の成果だと思っているかもしれないけれども、2年以上にわたって実際には給料が増えても、また年金額が上がっても、年金額が上がっても使えるお金は減っている、こういう状況ですよ。大変国民生活が厳しい。その中で私は不思議なのは、なぜ今回電気ガス補助金を切ったんですかということですよ。これ追い打ちかけるんじゃないですか。だって電気だけで月1400円以上負担増です。ガスでも450円ぐらいの負担増です。両方合わせたら月2000円の負担増がもうみんなに、国民みんなにかかってくる、この状況で。しかもこれから夏じゃないですか。酷暑も控えてるじゃないですか。クーラーもつけなきゃいけないじゃないですか。そういう国民の皆さんがおられる中で、このエネルギー補助金は私は続けるべきだったと思う。総理、改めて復活したらいかがですか。まず前段の政治資金の点について申し上げますが、今回の政策活動費をはじめとするさまざまな課題について、自民党としては具体的な実践的な案を用意し、そして多くの党とも協議しながら、できるだけ意見を取り入れて、結論を出してきました。その中で、この御党との議論において、御党は企業団体献金は禁止、政治資金パーティーは禁止、そして政策活動費も禁止、すべて禁止とされておられました。この禁止ということについて、私は決して御党がこうやって禁止を言いながら、実際パーティーを、政治資金パーティーを開いておられるとか、あるいは、この労働組合等から代替献金を受けているとか、こういったことを挙げつらう場ではないと思っておりますが、しかし、この禁止、禁止、禁止というのは、大変気持ちがいいかもしれない、分かりやすいかもしれない、しかし、現実的な政治の中で、政治資金というのは、民主主義を支える大変重要なこの要素であります。それについて、真剣に現実的に考える、こういった責任ある姿勢が大事ではないかと、我々は思っております。政治にはコストがかかる、これは当然のことであります。そして、
どんな立場の若者でも志があれば政治を志すことができる、お金がなくても今度政治を志すことができる、まあ、こういったことから現実的なこの資金のありよう、こういったものを考えた次第であります。この禁止禁止禁止で全て禁止してしまって、こうした現実を見ることがない、こういった案ではなあってはならない、こういった思いで取り組んでまいりました。そして加えて今度は経済の方の話であります。経済の方の話についても実質賃金マイナスのままではないか、こういったご指摘でありました。だからこそ私の内閣においてはこの経済対策、賃上げ、これを最重点項目として取り組んできました。そして昨年はこの春闘において 3.58% プラス、今年は33年ぶりに 5.08% プラス、こうした賃上げの効果が出てきました。そしてそれが6月から実際に効果を発揮してくる、8月9月にかけて効果が終了する、10月にはこの最低賃金、これも効果が出てくる、この今年の秋以降にこの効果が出てきて実質賃金がプラスになる、多くの民間のエコノミストがそういった評価をしている、こういった中であります。そしてその中でエネルギー等についてどうするのかということがありました。こうした賃上げの流れ、これは間違いなく確実なものにしなければならない。だからこそ今月から定額減税も行ってまいります。そしてさらにこうしたエネルギー、特に年金世帯ですとか、この価格転嫁ができない中小企業、零細企業に対してどのように配慮するのか、今言った賃上げの流れを確実なものにしていく、定額減税もやる、それに加えて年金生活者等に対しての配慮、これを秋に向けて行ってまいります。そしてそのことによって今年物価に負けないこの所得、これを実現し、来年は物価に負けない賃上げ、これを定着させる、これを国民の皆さんに約束をさせていただいているわけであります。そしてこれは討論でありますので、今2つ、泉代表についてのご質問にお答えいたしました。今お答えする中で改めて思うわけですが、政策活動費、あるいはその経済対策、この具体的なこの対策、私たちは現実的な対策を今説明をさせていただいたわけでありますが、ぜひ御党にもこうした責任ある具体的な政策、これをしっかり提示していただきたい、これを思っております。そしてこれは経済、あるいは政治改革だけではありません。安全保障ですとかエネルギーですとか、こういった分野についても責任ある態度を取ってもらいたい。さらに今この国会を振り返って強く思うこととして、憲法改正につきましてもぜひ責任ある対応をお願いしたいと思っています。この問題については、この国会においてこの憲法改正、この起案の動きがあったならば国会を委員会すべて止めるというような発言もあったと記憶しております。これは極めて無責任な対応ではないかと思っておるところであります。私も今世界を外交をしている中にあって、今世界は大きな変化の中にあります。国内の中においても大きな変化の中にあります。その中で憲法審査会13年間議論して、こうした起案にたどり着かない、こういった状況の中でぜひ泉代表にお願いしたいことは、こうしたこの憲法審査会において、先週は与党の代表幹事がこの具体的にこの起案について骨子を示し、誤解派が賛成する、こういったことでありました。ぜひ明日は憲法審査会定例日がであります。明日のその憲法審査会の議論から具体的なこの閣上、この起案について、改正の起案について議論を始めるよう、
ご協力をお願いしたいと思いますし、これからは決して憲法について議論をしたら、触れたら、国会を止めるなどということはしない、こういったことはぜひお願いしたいと思っております。総理、今のようなお話の仕方で外交やられてるんですか。ちょっと不安になりましたよ。もうなんか話が前後してしまってるというか、まあ、まずお話をしたいんですが、総理、これ麻生副総裁もそうなんですけどもね、金を集められないと若い世代が入ってこられないみたいなことをおっしゃるわけです。私それ真逆じゃないかと思ってまして、総理ね、金集めですごい人たちばっかり集まってやってるから普通の国民入れないんですよ。総理、そこを分かってもらわなきゃ。だってね、総理2億円集めてんですよ。広島一区で誰が戦えますか。そんなんで集めすぎなんですよ。あなたそんなに集めてね、みんなに真似しろ、できるわけないじゃないですか。そんなもんはふざけるなと言いたいですよ。ちゃんとね、政党交付金があるんであれば、政党から新人に対して表金で交付金を渡すなり増やして、みんなこれで公平に戦えていいじゃないですか。その金集め競争が激化をしてね、秘書も増やして、とにかく秘書の数が多い方が選挙に強くなる、そういう政治、金のかかる政治をやってるから変わらないんじゃないですか。新しい人材が入らないんじゃないですか。聞いてみてくださいよ。今一生懸命民間で働いてる人や公務員に聞いてみてくださいよ。政治には関心があるけれど、こんなに金がかかるじゃ入れないと言ってますよ。その人間たちに政治資金パーティーをやれと、そうじゃないとあんた入れないよって言うんですか。全く逆ですよ、それは。総理、もっともっと若い世代が、新しい感覚を持った人間が入れるような政治、その世界にしなきゃいけないんじゃないですか。まずこれが一つ。まあ、そして憲法ですけれども、我々はずっと審議応じてます。そして議論を真摯にやってますよ。論点があるのにすっ飛ばして何をするっていうんですか。論点がまだ作られてないんだったら議論するのは当たり前じゃないですか。ちゃんと一つ一つ議論をする。これ任期の延長だとか緊急事態のことについても公選法もあるし、そして憲法の中でどうするかっていうのも当然ある。いろんな論点やっぱり議論するのは当たり前です。一つ一つ国会のルールの中で議論をしていく。それは各それぞれのやり取りの中で様々なことあるかもしれないけど、我々はこれからも真摯にこの議論の中に入っていきたいと考えています。さあ、それで総理はこれまで、もう時間もあっという間ですから、総理はこれまで一つ一つ結果を出していくといった。ただもしこの政治改革、政治資金規正法の改正が総理にとっての結果だというならば、これ落第点です。総理、国民の皆さんもそう思ってますよ。今回の政治資金規正法で、あの改革案で総理や自民党に合格点を出す方はまあ 2,3 割じゃないですか。おられたらすごいなと思うぐらいね。そういう中でぜひですね、総理、あなたがもしそこで答えを出した、結果を出したというならば、総理自身まだ処分を自分に下していませんよね。そして総理はこう言いましたよね。私自身については国民の皆さんにご判断いただきますと言いましたよね。総理、ここで判断いただく時が来てるんじゃないですか。解散をして国民にこの政治資金規正法の改正案がいいのか悪いのか、ぜひ総理、国民に信を問うじゃないですか。まず最初の政治資金の話でありますが、この政治資金をどう、維持していくのか、これ実際問題、印刷物ですとか、地元との行き帰りですとか、サコストが生じる、これは当然のことであります。これをどう賄うかということであります。個人であったり、企業であったり、そして公費であったり、これをバランスよく、このコストを支えるために、このしっかりと確保する、こういった制度が大事だと思います。だからこそ、パーティー、政治パーティーは禁止、企業献金も禁止、政策活動費も禁止、全部禁止では具体的な案を作ることができないということを、まあ、申し上げているところであります。ぜひ、こうした具体的な責任ある対応、これをしっかりと考えていかなければならないと思います。そして憲法についてもぜひはっきりお答えいただきたいと思います。
憲法について議論をしているとおっしゃいました。しかし、具体的な拡張を、条文について議論を行いたならば、委員会を止めるとおっしゃっておられました。明日、憲法審査会の定例日であります。明日もこの憲法審査会の場で、条文の審議と議論と、これをしっかり進めていただく、こういったことをお約束いただけませんでしょうか。そして、加えて、今後とも憲法に関わると言ったならば、都国会を止めるというようなことをぜひ言わないでいただきたいと、このことについてしっかりお答えいただきたいと思います。そして最後の責任の話であります。これ、責任を果たさなければいけない自民党の総裁として、この政治のこの信頼の問題、責任を果たさなければならない。こういったことで、この1月から私自身先頭に立って取り組みを進めてきました。この法案で終わったというようなことは考えておりません。こうした制度を作ると同時に、何よりも政治家自身が何か特権意識がなかったか、あるいはおごりがなかったか、そういった政治姿勢も含めて、信頼回復に向けて引き続き努力をしていかなければならない、このように思っております。そして、一つ一つ先送りできない課題に取り組むということ、代表からもこの ご紹介がありました。その通りであります。経済をはじめ、様々な課題に取り組んでいき、結果を出していく、これに専念をしていかなければならない。これが今の私の立場であります。時間が終了しておりますので、それ以外のことは考えていない。それが解散を迫られた質問に対するお答えであります。ありがとうございます。委員長、ご配慮ありがとうございます。まあ、本当、総理、時間を見て答弁を求めるんだったら、時間を見てやっていただきたいなと思いますね。改めてですけれども、憲法審査会、これは各委員会もそうですが、それぞれの理事や委員長が決めることであります。あなたに何か約束されてやるものではないということはですね、ぜひ国会に任せていただきたいということであります。まあ、そして改めてですが、これ、解散、これ、立憲民主党はですね、先ほど総理がお話をしたように、現実路線で我々は政権運営をしていきたいと考えています。外交も安全保障も経済もそうです。我々は現実路線で安定的な政権を運営していくということをお約束をしたい。これは国民の皆様にお約束をさせていただきたいと思います。はい。これはぜひやらせていただきます。むしろ総理のようなですね、あるいはこの自民党のような今の裏金体質を抱えてしまっているような政治よりも、国民の皆さんにとって誠実な政治が必ずできると。我々は確信をしております。ぜひとも政権交代をさせていただきたい。まあ、そのためにもぜひですね、総理、改めてですが、解散しましょうよ。総理が自信を持って作った、ね、党首会談をしてやった、この政治規制法ですよね。ぜひ、次の方でも構いませんから、解散を宣言していただきたい。このことを私からお伝えをして、私の討論を終わります。